ンジョンで武器を撃つなんて馬鹿げてやがる。モンスターにでも嗅ぎつけられたら。今さら弱音を吐くんじゃないよ。けどよ、この状況で魔剣一本作ったところでどうなるわけでも。どうにかなる。あいつが命がけで作る魔剣ならこの状況を打破できる。これが生き残るためのベル様を助けるための唯一の方法です。どうせ拾った命だろ、生きて帰りたきゃ一秒でも長くその盾を構えてな。し、ラビットフットの仲間はどいつもこいつも。来やがった。ヘルカイオン。もうどうにでもなりやがれ。ここで魔剣を仕上げなきゃならないってのに。やっぱり無謀な賭けだったのか。ダンジョンで火事をする、前例のないことに興奮して自分に酔ってただけなのか。できもしないことを言って仲間に命を預けさせたのか。俺はもう一度聞くわ、あなたの炎は燃えている。燃えているさ、こんなにも燃えているのに。力も技も職人の誇りも全て注いでる。なのに。本当か。クロッズの連中は言ってたぜ、鉄の声を聞け、鉄の響きに耳を貸せ、土に思いを乗せろって。黙れ、クロッツがなんだ。俺は今ここで魔剣を打たなきゃならないんだ。なんでだ。なんでお前は土を振る。武器を打つためだ。じゃあどうして武器を打つ。生き残るためだ。違う、俺が聞きたいのはお前に必要なのはそんな答えなんかじゃない。お前は誰のために武器を撃っている。ベル様の魔剣ができるまで死守してください。分かっている。お前ら。最後に聞くわ、あなたがそうまでするのは何のため。友の。なんで忘れてた、こんな当たり前のこと。俺が武器を撃つのはベルとあいつらのためだ。いける、これなら。くそ、なんでかわからねえけど、戦いしまう。ああ、分かってる。どれだけ威力があっても今までと同じ魔剣じゃダメだ。魔剣は必ず壊れる。魔剣とはいつか別れが来る。だったら今ここで魔剣を超える魔剣を打つ。絶対に壊れ。あの人が、神が打った至高へと至る武器。待ってろベル、俺はお前を一人なんかしない。絶対に隣を歩く。いや、俺はお前だってヘファイスト様だって追い抜いてやる。だから俺は。お前。
待たせたな。おい、どうすんだこれ。エルフ様、俺の魔力だけじゃ足りない。手伝ってくれないか。え、はい。始めるぞ、今から。至高カズキ。ベルフ様。ああ、完成した。